ボンジョルノー、あっちゃんです。今日はね、11月7日、日曜日です。今日のバースデーやるんですね。もう動画も見ようかになってるけど、ね、19年前の今日、ミキちゃんがね、お腹を痛めて一生懸命両を産んでくれて、あっちゃんは立ち会って横で一生懸命手を握ってた。あー、なんかもうほんまにさっきの子供みたいに思い出すよ。その子がもう19歳やで、もうびっくりするわ。あっちゃんも年取るわ、ね、おばあちゃんみたいなことばっかり言うとくけどさ。いただきます。なんかさ、生まれてた時こんなちっちゃかったん、量は。で、なんかね、宇宙人みたいな、猿みたいな顔してさ、ほんまこう触ったら壊れそうなぐらいちっちゃかったんで、抱きますかって言ってもらった時も、生まれてちょっとしがれで、ちゃんと生まれた後、分娩室から追い出されてで待ってたんで、で、なんか、なんていうのかな、なんかおくるみみたいに包まれて、抱っこされますかって言われて、抱っこした時怖かって、そんなちっちゃい子やったのにさ、今は一丁前のこと言うねん、もう大人みたいなこと言うねん。いや、もう大人やね、19たらね。ああ、でもあの時のミキちゃんが苦しんでた姿とか、涙出そうね、一生懸命こう生きようとして泣く姿、全部こう思い出すわ。初めてみきちゃんもね、うち初めての子供やし、あっちゃんも初めての経験やしね、何かわからへん、病院に任すしかない状態でさ、生まれてきて嬉しかった反面、ほんまに育てられるのかなっていう不安とかね、いろいろあって、まあでも人生いろいろあった。もちろんあっちゃんもやけど、うちの子供もね、普通みんなが経験する経験じゃない、母親が亡くなるとか、父親が仕事辞めて1年何もせず、お金がなくなって苦しい生活仕入れですね、させて、でまた YouTuber になって、最初はまあまあ稼げたけど、最初しか途中稼げたけど、またダメになってきて、ね、アップダウンの激しいこんな生活をね、味わわすってなかなか人生ない経験やなって思ってね。でもまあ一つ言えることは、すごいエコ、まあ、あっちゃんはもう誰に合わせても胸張ってうちの子供ですって言えるぐらいいい子に育ったなって、親がこんなでも子供はいい子に育つんやなって、うん、まあそれ言ったら天狗になれるから本人には言わへんけどね、ほんまにええ子に育ったなって、うんうん、くしゃみしとるわ部屋でくしゃみしとるわね、まあそんなにね、あっちゃんは本人には言わへん、生まれてきてくれてありがとう、ね、もう今はいてないけど、ミキちゃんに産んでくれてありがとうっていう気持ちやね、今日はね。今日っていうか、もういつもそうやけどさ、いつも忘れることはないし、ふっと思った時にミキちゃんがすごい痛い痛い痛いって苦しい、だから同じ痛み分かち合おうねって、手握ってって積み立てていいよって、積み立ててもみきちゃんの方が痛いからねって、ちょっとぐらい分散できたらねって言って、手握ってた思い出すな。いや、泣く日じゃない今日は、嬉し泣きよこれは。でもみきちゃんのな、病気を病院に連れて行かずに自然に放置しといたら今まで生きてたやろなって、もうそんな悔やみしかないね。もっと勉強しとったらよかったな、今やったら助けられたかもわからへん。みちゃん
病気で死んだんじゃなく抗がん剤で死んだからね。だから西洋治療させなかったらよかったなって、しんどいしんどい、あ病院行こう病院行こうって、でもいつもね、子供でもそうやし、みきちゃんでも、自分は行かへんねんで、自分は病院嫌いやし、自分の体は分かってるから無理してでもどないかなってやろうと思ってめったに病院行かへんねん、嫌いやねん病院。でもやっぱり家族のこと心配やから、子供が喘息出た、熱出た、なんかしんどい、お腹痛い、みきちゃんも苦しいって言ったらすぐ病院行こうって言ってて、それがあかんかったんやなって思ったら、だからみきちゃん殺したのはあんちゃんやし、子供の母親殺したのはあんちゃんやから、あんちゃんは家族に頭が上がらへん、一生ついてくる、あんちゃんの罪やね、無知は罪やね、やっぱり。だからこそ子供はそういうね、しんどくっても自己免疫力が上げる食事だから、できるだけ子供には添加物を与えない、もちろんまあね、あのたまに外食っていうのも、その生活していく上の新陳代謝っていうのかな、であったり、ある意味これ毒だよって教えるために外食とかさせたりしたりもするけどもね、でもできるだけ家で食べるときは無添加無毒のもので、みきちゃん、あっちゃん家族だけじゃなく、やっぱり世間の人たち、あっちゃんの知り合いね、であったり視聴者さんであったり、いろんな人がやっぱり病でね、医療利権で亡くなっていくのも見てきてる、何人もやっぱり見送ってる、視聴者さんも何人かやっぱりこの世から見送ってる、だからこそそういうことが起こらんようにね、気づいた人は、気づいたっていうか一人でも多くの人に気づいてほしいっていう配信をしながら、気づいた人は体にいいものを食べていつまでも元気で、ね、人間いつか死にます、寿命で死にます、その日まで健康で生きてほしい、寿命なんてね、二十歳で亡くなる人、事故もあるし、そのね、生まれる時に亡くなる日は決まってるって言われてんだけど、その日まで笑って元気に健康で生きて、おやすみって言って次の朝に、ね、天に昇ってるっていう生き方がベストやと思うねん。苦しい苦しいって言って病院にかかってね、苦しい毒をね、体に入れられる、薬っていう名前の毒を体に入れられる、そんな生活で何年も苦しむよりも、死ぬ日はいつか来るから、死ぬ日まで笑顔で笑ってさようならっていける人生をみんなが歩んでほしいなって思うんで、だからこそあっちゃんの、あっちゃんも人生半分生きてきて、残りの半分は中村村プロジェクト、みんなが元気で笑顔になれる食べ物を提供する仕事をしたいなっていうのがあっちゃんの夢やね、うん、それに今子供が賛同してくれて手伝ってくれたら嬉しいし、だから世界の人々をとまでは言わんけど、あっちゃんに関わってくれた人だけでも笑顔になれる世界になりたい、そう世界を作っていきたいなって大きな夢があんねんね。これって大切な人を亡くしたものにしか分からへん、だからあっちゃんは危ないよ、みんなが知らんけどこんなこと起こってるよ、陰謀やって陰謀論やっていう人もおる、頭が土地狂ったっていう人もおる、宗教っていう人もおるけど、でもあっちゃんは自分を貫いて生きていきたい、それに賛同してくれた人は元気で笑顔になれる、それを見た人たちが輪を広げてくれる、それがほんまの幸せな世界、笑顔で生きれる世界を想像していく創造主やと思うねん。だからあっちゃんが創造主どうでもいい、名前なんて残さない、別に中村村って名前残さなくてもいい、あっちゃんの名前なんて消えていい、いずれこの世から消えるからね、でもその志がいつまでも続いて、食べ物で元気になってみんなが笑顔になって
くるその世界が来たらなって思うんだけどね。今日は笑顔で子供と楽しむ日です。今日はこの後笑顔になって楽しくいきましょう。朝11時まで寝てたあっちゃんでした。では今日も一日よろしくね。